お前らヒーローズになりたいか。色物みたいなやつとか多くて、そういうのはなんかお茶の間で格闘技だって思われちゃう、思われてる状況なんで、みんなぶちのめしてやりたいと思います。世界を食うピラニア長男亮、若き日は魔盗族のヘッドとして硬派な生活、最近まで仕事は大工職人、選んだ職業も硬派、そしてリングの上でも超硬派、骨の髄まで食い尽くす攻撃はまさにピラニア。その強さゆえ今や世界中から狙われる存在まで成長した。あらゆる敵を食い尽くし世界のトップを狙う。いつ何時誰でも構わずいたぶり続けるピラニア、それがたとえ練習仲間の先輩であっても全くお構いなし、遠慮と恐れを知らない危険な男。昨年の大晦日、ブラジルの強豪アンデルソン・シーバとの一戦で意外にもクレバーな一面を披露。殴るだけかと思いきや意表をつく電光石火のヒールホールドで一本勝ち。してやったりのこの表情、やはりピラニア。誰より強くなりたい、本当に悪役でも何でもいいから強くなりたい。悪役人とピラニア兄さん。Então, vou botar a piranha no aquário. Vou botar no aquário e vou jogar ele lá dentro. 団体サブミッションアーティスト、ニーロ・エルヴィス・チェンブリ。生まれつき体が柔らかすぎるという得意体質、体のあらゆる部分を自在に動かせるというその肉体がしなやかな充実技を生み出し、今やヒクソン・グレイシーの再来とさえ言われている。ニーロがその名を知らしめたのは2年前の桜庭戦、偶然のバッティングで KO 勝ちという運の強さも持ち合わせる。さらにミドル級王者シューバ擁するブラジルの武闘派軍団シュートボクセアカデミーに移籍し日々特訓。シューバと流血に追い込まれるほどの派手な殴り合いは大きな自信へとつながっていった。Apesar de minha eu sou especialista em chão, mas ficar em pé tá muito tranquilo。日本きっての超実力派、日本きっての爆闘ピラニア兄さん、軟体人間を食え。長男亮対ニーロ・エルヴィス・チェンブリ。まもなくより本日の第8試合を行います。 And now for the 8th match。 青コーナーよりニーノ・エルヴィス・チェンブリ選手の入場です。ヒクソンの再来と言われる男、考えられない角度で決まるサブミッションがまさに芸術。シュートボクス、ニーノ・エルヴィス・チェンブリがリングへと向かいます。グレイシー柔術、アブダビコンバットでも活躍、プライドのリングでは桜庭からも勝利を奪った実力の持ち主。そのグラウンドテクニックに加え今はシュートボクセに在籍、1年間みっちりムエタイのトレーニングを積んできました。打撃も一流、寝技は超一流、オールラウンダーへと変化したシェンブリ。シュートボクセがどんな化学変化を寝技のスペシャリストにもたらしたのか、今は誰と打ち合ってでも勝てる自信がある。シェンブリはこう言い切ります。今回は新しい技も引っ提げて久しぶりのプライドの舞台。その柔軟な体、関節技を決められたのはわずかに一度のみという軟体動物ピラニア VS、死角は見当たらない。ブラジルニーノ・エルヴィス・シェンブリです。赤コーナーより
長男亮選手の入場です。This ain't gonna work for me, it just wouldn't be sufficient enough, cause we are just gonna be enemies. As long as we breathe, I don't ever see either of us coming to terms, but we can agree. 食うか食われるか、より腹が減っているのは、より飢えているのはどちらだ。日本が誇るピラニアが世界を食う。日本長男亮の入場です。プライドデビューから1年、長男を取り巻く環境は大きく変わりました。日本人エースという呼び名、しかしピラニアは守ることを知らない。攻めることしか、食うことしか、この男の頭にはありません。小川が散ったヘビー級の思い、桜庭と中村が挑むミドル級の夢、そしてこの男はこの舞台で、打撃で日本人が世界の頂点に立つ、そんな夢を追っています。ただ俺は強くなりたいだけ、ただ腹が減っているだけ、ただ勝利に飢えているだけ。食え、世界を食え、日本長男亮です。これより開発試合を行います。青コーナー174センチ82.9キロ、ニーノエルヴァスシェンブリー、軟体サブミッションアーティスト、ニーノ・エルヴィス・シェンブリー。赤コーナー175センチ82.6キロ、湘南亮。獲物は目の前だ。世界を食うピラニア、長男亮、日本。武士道のウェルター級のこれからのエース、そして現エース、そう目される長男亮、ブラジルのニーノ・エルヴィス・シェンブリを迎えます。打撃で世界を取りたい、日本人が打撃でも十分世界を取れる、そんな力を示したい長男亮。そしてシェンブリは柔道着を今着たま まです、ね、フレッシー柔術、まあ、道着を着たままの柔術のこの誇りを身にまとったまま戦いに挑んでいく。ニーノ・エルヴィス・シェンブリが柔術のその道着をまとっています。槍を見せる。さあ高田さん、これシェンブリがこれをまず着てきた、柔術着を着てきたというのはどうご覧になりますか。やっぱりその方がですね、自分に、まあ、有利な展開。おっとっとはい、ここはタックルに来る、タックルに来た、まあ、ここは受け止めた。ああいう状態でもグリップできるってことね。そしてこの抱きつき、ニーノ・エルヴィス・シェンブリ、とにかくこの人の特徴は寝技。アブダビコンバットでも大活躍をしました。これも何やら下になったシェンブリ、上から長男ですが、ここからが強さがあるシェンブリです。足をもうさらに、小池さん、はい、あの体の柔らかさもう最初から見えてます ね今作戦通りに進んでるってことですかね。とにかく下からの関節技というのを長男サイドは警戒していました。ストップ。桜庭からもアドバイスがあったそうです。はい、桜庭とは1勝1敗のシェンブリです。はい、下からの関節技、力はないんだけど、やはり気を抜くととにかく怖いと、そんなアドバイスをもらったそうです。柔らかくてうまい、スキルが高いですからね、精度が高いですから、おそらくこれ着てきた最大の理由っていうのは、まあ、グランド勝負ということでしょうね。はい、グランド勝負で相手の体を逃がさないように、はい、この柔術技、そうですね、滑りをなくすということですよ。西岡さん、まさしくその通りでね、はい、この柔術技を着た方が俺は強いんだと、こういう意図が込められているそうです。なるほど。でセコンドからはね、落ち着いて柔術をやりなさいと、こういうシーンですね。あ、打撃が強い長男に対して、その得意の柔術で戦ってこいと、そんなセコンドの意図、そしてエルヴィス・センブリの意図。当然1年間あのシュートボクスでね、はい、打撃磨いてますから、はい、対応する場面で出てくると思いますけど、タイミング、さあここは長男打撃、右のハンマーパンチ、上から落ちてくる力がある、パンチですね、長男のパンチ非常に力があります。
もうこの試合の意図というのは両者はっきりしました。長男は殴って勝ちたい、シェンブリは決めて勝ちたい。お互いの意図、お互いのパワー、その力がどちらが上回るか、世界を食えるか、日本の長男。でもやっぱりこう自分からあえてね下に引きずり込んで、グラウンド勝負をかけるってことは、よほどねグラウンドでの下になった時の打撃の対応に自信がなきゃ下になれませんからね、当然長男選手パウンドうまいってのは分かってるわけです、今は上のポジションから日本の長男です。相手が柔術着を着ています。もう一つ右を狙ってくる。だからクリーンヒットないですよねまだ、1年間、そういうことですね。うまくかわしているという、うまくかわしているというそんな状態、長男は1年前にちょうどプライドオブシドにデビューしました。1年間で長男を取り巻く環境というのは大きく変わりました。プライドでの戦い方というのがようやく分かってきた、そしてよく分かった、そんな言い方をしました。長男打撃がとにかく自分は最初と今では全く違うと思うと胸を張ります。またドントムーブという声がかかりました。ただですね、ニーノ・エルビス・シェンブリはとにかく寝技のスペシャリストですから、一瞬の隙も許されません。ディクソンの再来と言われてるぐらいですね。神一人ですね、その寝技の力の強さ、完成度からヒクソン・グレイシーの最大と呼ばれています。ニーノ・レヴィス・シェンブリ今はシュートボクスで打撃のトレーニングを重ねていますが、やはり自分の得意なこの寝技で勝負。さあ足を狙ってくるか、今腕でしょうか、一瞬狙ってきたシェンブリです。ここまで長男のディフェンスというのは、先ほどちょっとありましたけれども、この辺りの関節技に対するディフェンスはどう見てますか。いや全く問題ないと思いますし、彼の向上台での関節のディフェンス能力が非常に高いですよね。プライドオブシドーデルター級83キロ以下のクラスの日本人のエース。さあそして両者がスタンド、膠着を誘発する動きということでグリーンカードが出されました。さあこうなると長男かスタンドでの勝負、大きなチャンスを迎えた日本の長男亮。下なめずりしてピラニアがシェンブリを待ち受ける。残りはロビンを切っています。第1ラウンド、ここは打撃の勝負に来ましたシェンブリ。この辺りがシュートボクスで力を磨いてきました。右ストレート、ここもよく避けましたシェンブリです。左のローキック、ロー蹴った方がいいです。ローはかなり器用です。タックルつける、グランドに持ち込みたいシェンブリ。このタックルを切っていきたい。引き込むような形になりました日本の長男です。パスガードされたら苦しいですね。パスガードは絶対にされたくない。ということはこの今見えている両足というのが大きな鍵を握ります。相手に完全に有利なポジションを与えてしまえば、まあサブミッションアーティストと言われるシェンブリ、どんな体勢からも決めることができます。今はガードポジションの日本の長男、画面下、とにかく油断ができない相手、シェンブリをそういう風に評しました長男です。ここまでプライド2連勝、ブラジル人を相手の2連勝です。シェンブリはそういった意味でも日本人に負けてしまっているブラジル人、その思いというのもあるようです。今はガードポジションを取っている日本の長男です。さあここからやや膠着するようなそんな感じになりましたが、しかしシェンブリは一瞬の隙を狙います。逆に相手の柔道着、柔術を利用しました長男。西岡さん、そのあたりはね、セコンドからも指示出てますね。襟を掴んでかぶせてしまえば相手の動きがねじられるという指示が出てますね。体が滑るような状況であればシェンブリもこのスッと抜けるかもしれませんが、逆にこの柔術を着ていることでご覧のように今左手しっかりと押さえている、そして距離を取らせないようにしている長男です。あまりそれ続けてるとまたカードが出ますからね、今はディフェンスをすることしかできません。さあここでスタンドアップという声がかかりましたが、どうやらレフリーからはカードが出るようです。これだから抱きつい行為というのをあまり続けるとこういうことになるんですね、なんとかしのいだという感じでしょうか長男。ただこのディフェンスというのはもう続けることはできません。お互いにアグレッシブにならざるを得ない。
レフリーからはそんな注意が飛びました。再び立ち上がった長男です。この間合い、この間合いから一瞬腕を上げた長男が自分の距離、獲物を捉えてくる、この刹那を今待ち構えている。シェンブリもよく見えています。今の右フックも非常に力がありましたが余裕を持ってかわしました。この辺りはバンダレーシーも同じシュートボックスアカデミーで打撃を学んでいるシェンブリ。さあこのポジションで今片方の足は抜けていますから、今ハーフガードのポジションになりました。この足ですね、高田さん、この足を抜かれてしまうと長男にとって大きなピンチになります。あの右足を抜かれるとピンチですね。しっかりと足をフックしている長男です。ニーノ・エルヴィス・チェンブリは自分の、まあ、専用の技を持つ、そんなこともかつて話していました。その寝技を生かすためにはもっと有利なポジションが欲しい。今はお互いのポジションをめぐって紙一重の攻防です。さあ足を抜いてくる、しっかりとフックしている長男。この足は長男にとっての生命線となります。シェンブリは体重が今は83キロを切ってきましたということで、まあ、両者ウェルター級の体重になったんですが、シェンブリの方がここはスピードを増してきた。そして足を抜こうとしている。足を抜けば一気にシェンブリの展開になる。さあどうか、サイドポジションは、ここは長男のディフェンスです。今思わず高田さんからもうまいという言葉が出ましたが、とにかく相手をサイドに、あるいはマウントに回らせるわけにはいきません。残りは2分の第1ラウンド。柔術着を身にまとってこのプライドのリングに上がっています、ニーノ・エルヴィス・チェンブリ。ここまでプライドは2勝2敗という戦績です。桜庭にも勝利を収めている力のある選手。この右足のことにね、はい、あのニーノ選手非常にこだわってますね、はい、攻め手が今の体勢ではないんですよ。どうしても抜きたいというこの右足です。抜きたいんです、どうしても。ご覧のように長男は今20、30に足をフックして、はい、なんとかこの足を抜かせないようにと。ここももう一度ガードポジションに戻ります。これサイド取るかな、いやここもガードポジション、はい、あの長男は今グラウンドの練習というのは、さあここで繰り返したか、逆に上の体勢になりました長男です。今寝技の練習というのは基本的に打撃につながるような寝技の練習をしているという長男。そのトレーニング通りシェンブリの体勢を弾き返して、さあここからは長男の時間、ピアニアの時間がやってきました。世界を食い尽くせるか、ブラジル人相手に3連勝を目指すウルター級のエース長男亮。しっかりとシェンブリも体を離さないようにしています。今柔道着をうまく逃げているような感じでしょうか。それを引っ張ってというシェンブリ、今一瞬ほどきました長男。ガードポジションのシェンブリ、世界を目指す秋のトーナメントを目指す両者、今の上下上下でどんどん行った方がいいですね、はい、感じを。ガードポジションではありますが、長男もその打撃の強さを見せています。ここで第1ラウンド終了のゴングが鳴りました。第1ラウンド、スタンディングそしてグラウンド、お互いの意図が交差するような、そんな第1ラウンドになりました。かなり肩で息をしていましたニーノ・エルヴィス・シェンブリ。こちらの方が少し表情には余裕があるように見えます。この、まあ、いわゆるパウンド、まあ、ガードポジションではありますが、ここからのパンチ、この体勢いいですよね、ここで殴っていった方がいいですよね、はい、左手で道着掴んでるじゃないですか、はい、で距離取りながら大振りでもいいから、左手で柔道着、柔術着を掴んでいることによって相手はもう身動きが取れないわけですもんね。大きく回すパンチと中から突くストレート系のパンチですね、はい、を使い分けて当てていった方がいいですね。あの長男は吉田選手とよく練習をしていますが、よくあの吉田が柔道着を着て長男がそうではないというスタイルで練習も重ねています。そういう意味では高田さん、あるいは長男はこの柔術着を着ている
相手というのは慣れているかもしれない。脅威じゃないんじゃないですか、逆にこのシェンブリの柔術技を利用してきた、この辺りが今日本の武士道ベルター級のエースと言われる長男の強さかもしれません。もうグラウンドでは1本取られるって感じないんじゃないですかね、長男選手は。シェンブリの技を見切った、そこまで、 です、ね、となると第2ラウンドは相手をぶちのめせるか。さあピラニアが世界に牙を向く第2ラウンドです。突き放して突き放して打撃打撃に行ってもらいたいですね、KO 狙いの方がいいですか。まずはじっくりと立ち上がる相手を見据える長男、ノックアウト狙いでもいい、得意の打撃で世界に通用する日本人の打撃、右ストレート飛び込んでくる、また引き込んでくるシェンブリ。シェンブリは必要に自分の得意分野にもちろん持ってきます。これ立った方がいいですね、はい、逆にこのグラウンドに付き合わないで立った方がいい、シェンブリは立った方が長男らしい試合できるじゃないですか、はい、この体勢から自分のチャンスを探してくるはずです。相手は明らかにもうスタンドを嫌がってますから、はい、相手が嫌がってるところで勝負した方がいいですね、自分の得意分野で。グラウンドテクニックは超一流のシェンブリ、この体勢から相手を逃したくないというシェンブリ、逆に長男は立った方が、足がこの角度で曲がってくるんですから。西岡さん、はい、このね、見えない角度での足の動き、これはセコンドから逐一報告がされてます、ね、そうですか。それを把握しながら見えないところだけども、みんなで協力し合って、はい、足の位置も確認してます。そうですよね、はい、普段の練習ではこういった角度で後ろに背中のね、かなり首の近い位置に足があるということはないと思いますので、セコンドもそのあたりは足の位置を教えているという長男サイド。シェンブリの体の柔らかさ、もっとアグレッシブに戦えというふうにシェンブリに対して、そして長男に対して今レフリーからの指示が飛びました。一本取りくるというよりも、はい、抱え込むという印象の方が強いですね。あ、はい、今はまだその寝技の強さ、芸術性まだ見ることができません。右のハイキックは長男、パンチ持っていった方がいいですね、当たりますよ出せば、はい、西岡さん、はい、ただねこのカードをもらってるっていうのがだいぶセコンド気になってるようでしてね、少し手を出せとこういう指示が出てます。あ、はい、それからあの打撃があるルールの中で、あのこういったニーノがですね、道着を着てしまうということは初めてだそうですね、はい、グラップリングだけの大会ではあるんですけれども、こういう打撃の OK というルールの中で初めてだそうです、はい、確かに桜庭戦でも以前の試合でも柔術技を規定試合に来たことはありませんでしたシェンブリ。それだけこの長男に対してはなんとかグラウンドで決着をつけたい。長男選手立った方がいいですね、はい、立てないかな。先ほど一瞬ローキックで相手をぐらつかせるシーンがありましたが、さっきのように、ね、片手で、持って、はい、そうですね、これですね、これですね、はい、押さえつけて行った方がいいですね。その拳に全てをかける長男、突き放して、もう長男は日本人対世界、そのエースという名前、世界と戦うその思いを背負わなければなりません。この武士道という看板の重みというのは長男の背中にずっしりとかかっています。ここはノックアウトでなんとか勝利を収めてほしい、ファンはそんな気持ちで長男を見つめている。もう一度このポジション中央からのスタートになりますが、左腕で相手の柔術技を抑える、さあ掴んだ、そして右の拳落としていこうという長男凌、上体を起こして、はい、ここは相手からやや距離を取って、はい、左手を突っかえ棒にして、グッとテコの原理で押し上げられればという長男です。残りは2分、小池さん、はい、第2ラウンド最終ラウンド、この展開続いてますが、さあお互い立ち上がりましたが、どんなことを期待されますか。いや、今までのこの今の展開だとやっぱ何も変わらないのでね、カードを何枚ももらうことによって精神的にもやっぱ変わりますよね、だいぶ選手。そうですね、はい、より攻めなきゃいけない。2位の選手のそれが見えないなって、こう攻めようという姿勢が、はい、長男は行きたい、長男は前に出たい、どんどん行った方がいい、長男は倒したい、その気持ちは痛いほどこちらにも伝わってくる。これ打球のエース、あ、それでもシェンブリは寝技に行きたがる。これほど乗らない方がいいです、今切ってそのまま残り1分30秒切りました、西岡さん、はい、でもニーノサイドはねちょっと焦ってましたね、実は
今の段階になって立てっていうことを逆に言ってるんですよ。そうなんです、はい、ちょっとポイントの部分で苦しいという印象があるようですね、まずはこのグラウンドで仕留めたかったシェンブリですが、それが今は無理、そして残り時間が少なくなってくる。長男はここまでは軟体動物のこの必要な攻め、必要なディフェンス、まだ打ち崩すことができない。お互い突破口がないね。右ストレート打ち下ろしてくる長男の右、イライラする気持ちを拳に込める。さあ残り1分を切った。日本人のエースとして、武士道ウェルター級のエースとして、長男の戦いぶりこの時間に凝縮して見せることができるか。殴って殴りまくってほしいですね、しかもちょっとポジションが悪い。あの足は何のためなんでしょうか。今足をもう一度持ってこようとしましたニーノ・エルヴィス・シェンブリ。非常に体が柔らかく寝技のスペシャリスト。踏み切れてストッピング、行く。さあ立ち上がった長男が、立ち上がった、踏んでくる、顔を狙っている。左が外した。ピラニアがもう一度牙を向くか、踏みつける。ここで試合終了のゴング。最後まで軟体動物シェンブリに手を焼いた長蘭、しかし残り1分を切ってから、これが長蘭の思い。初めから見たかったね今の展開。最後はストンピングを見せて相手にダメージを与えました長蘭。試合は判定へともつれ込んでいます。長男への試合の期待が大きいだけに、はい、相手が打撃をさせないように、そんな展開を選んできました。かなりイライラしたようなそんな表情も見せました長男亮。小池さん、はい、最後のこのストンピング、はい、どうご覧になりましたか。いやもうついに長男選手の気持ち爆発したなと思いましたけど、やっぱりね、2位の選手の印象は膠着の印象がすごく大きかったですよね、はい、攻めあぐれてる感じがね。でもやっぱり KO とか見たかったですね。そうですね、本人が強いこだわりを持っている打撃。さあ、あとは判定です。ジャッジ小林、長男。1人目は長男。ジャッジ三宅、長男。ジャッジ佐藤、長男。判定は3対0、長男亮が2位のエルヴィス・シェンブリを下した。プライド3連勝を飾りました。判定での勝利、笑顔は見えません。まあでも彼に対する期待が大きい分ね、非常に物足りないですね。あっという間に控え室へと戻っていきます。できるファイターなんだから。長男の忸怩たる思い、もっとできたはずだ、もっと倒せたはずだ、 その思いというのがこの行動に表れているようです。ただノックアウトすることはできませんでしたが、エースとしては結果を残した。3対0という判定、相手に何もさせなかった長男亮。プライド武士道ベルター級のエース、きっちりと結果を残した一戦となりました。